はい、どうもこんにちは、ラメジモキレイです。はい、こんにちは。今日はですね、恒例企画、初心者の皆様が困っていることを回答していこうのコーナーなんですけれども、困っている人たちが多いやつはまとめたんですよね、動画に。例えば立ちこけとか、ギアチェンジとか、いろんな人たちがギアチェンジ教えてほしいですみたいな、数が多かったやつは1本の動画にしたんですけど、数が少なかったやつはまとめて1個の動画にして、初心者が困っていることを総まとめみたいな感じでやろうと思います。ということでね、今回10個ぐらいまとまりました。復唱してあるんでパーっといきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあまずこれ、ミラーの角度がどの範囲くらい見えるに調整してるか、自分がさっくり合わせているのでどういう風にされてるのか聞いてみたいと思います。俺もさっくり合わせてます。こういうバイク伏せないとミラー見えないんですよ。まあだいたい場所で言ったらこの辺見えるかなぐらいの位置にやってる。で、内側は自分の肩が若干映るか映らんかぐらいのとこにしてるけど、俺は自分の体がなんぼ映ってても意味ないから、肩ちょっと映るぐらいかなみたいな。で、車と違って結構こう融通効くから、バイクって自分がこう伏せたりとか上がったりとか結構動けるから、俺はなんか自分が動いて見てるミラーを。じゃあ次、いまだに駐車場に傾斜があるとバイクを右に傾けるのが怖くてスタンドを立てられません。平らに見えても意外と傾斜があるところが多いです。良い解決法を教えてください。で、これ CBR とか右に傾いてたら絶対止められないじゃないですか、このバイク。スタンド短くて、もうだから狙って左に傾いてるところ、こことかやったらこうしか止めれないですよね、向こう頭で。次、砂利の駐車場で足をつこうとしたら滑った時の対処をお願いします。もうそれこけるしかない。次、動画楽しみにしています。初心者で交通量の多い地域で右折に苦戦しています。交通量が多すぎて右レーンの車線変更のタイミングが怖くてなかなかできず、左折して大回りして戻るということを繰り返しています。ご助言いただけると幸いです。それでは、まあ、ちょうど今ね、右に車線変更する用事があるんで車線変更をしたいと思うんですけど、怖いと思いながらやってみるの大事やけど、いつまでも入られへんなってなったら、やっぱ今まで通り左に曲がりまくって回避するっていうのはまあありやと思う。無理からに行ってもね。で、車線変更しないといけないタイミングが来たら結構前からチラチラ確認はしといた方がいいと思う。前見たりミラー見たりみたいな、どの車がどの辺来てるかなみたいな、右側の車線をねこうチラチラ見つつ、もしかしたらめっちゃ隙間空いてる、ほらこういうタイミング来るかもしれん。ほぼ余裕で行けちゃうから、こういうタイミングやったら。おい、行けましたね。そうだから事前からこう前見たり右見たりってチラチラ確認しておくのがいいかなと思います。難しいもんね、車線変更って。で、もうめっちゃずっと両車線詰まってて、まあトロ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 動いてるっていうタイミングで、もうこれは感覚で譲ってくれてるんか譲ってくれてへんかを判断しないといけなくなるんですけど、ウインカーは出しといて行きたいよっていう意思表示だけしてて、でもそのチラチラ見るみたいなアクションもする、相手に分かるように、こう前見たりこう横見たり前見たり横見たり、あ、こいつもしかしたら来るかもなみたいな相手に思わせる。そのパッて見たらどんぐらいのスピードで相手が来てるか分からんけど、こうチラチラずっと見続けてたら、あの相手がちょっと遅くなったなっていうのは感覚的に分かると思うから、変化とか隙間広いところを逃さないためにも確認しとく、行きたい方を常に確認しておく。ずっと見てたら前見てなくて追突するから、こう両方、これって別に車線変更するときじゃなくても普通に走ってるときでも、やっぱ自分のどの辺に近くに車おるんかなっていうのは把握しといた方が安全やから、普段からもうこうミラーチラッと見たりとか周りを確認するっていうのはやっといた方がいいんですけど、なんかほんまにベテランで無事故の人の視線と初心者で初めて車乗った人の視線を、なんか目で見てるとこを赤点がこう表示されるみたいな比較動画あったんですけど、乗りたての人って正面一点集中なんですよ、ほぼ点が動かないみたいな。で、なんか曲がらなあかんってなったら急にその左側曲がらなあかんかったら左側に点がこう一点集中でバーって向いてるみたいな。ベテランの人は結構普段からまっすぐ走る時からこうミラー見たりとか点がこういろんな方向に移動してるみたいな、なんか実験結果が出てたんで、常に周りを把握しておくっていうのは大事かもしれないですね。ということでスタジオをお借りします。次、最近乗り始めましたが、給油の仕方が車と違って入れすぎるとタンクがこぼれてしまうらしいので、どのくらい入れたらいいのか、目安はどのくらいかといった動画がいいですね。これはスタンドにいる時に動画を撮ってきたんで、そちらをどうぞ。ガソリンスタンドどうやって給油するのっていう質問なんですけど、セルフじゃなかったら店員さんに何リッターでって言えばやってくれるんで大丈夫だと思うんですけど、給油を始めって書いてあるんで給油を始める押すっしょ。で、普段クレジットカード使ってるんですけど、クレジットカード使う人はもうカードで、今回は現金が一番ややこしいかと思われるので現金をあえて使います。で、ここに軽油廃油レギュラーって書いてあるんで、この色が一致してます。ここと2号と CBR ちゃんはレギュラーなんで、レギュラーを押すと。なんか決まってるらしいですね。レギュラーが赤で、廃屋が黄色で、軽油が緑っていう風に。で、現金を入れてくださいって言われたら、ここに。迷わず現金を入れてください。で、これ、機械はいろんなとこにあるパターンがあります。うん。入れるとこは大体近くにあります。これで OK です。玉沢さん、自分で入れます今日。はい。で、お金入れたら、これっす。これ、さっき一番最初にこれ触らないとですね。開けると。こう置いてと。触って。レギュラー。レギュラー取ります。私、入れたことないんでね。すぐ止まります。
で、これが CBR のタンク構造がこの真ん中にプレートがあって跳ね返って当たるんですよ、油がセンサーに当たって止まっちゃうんで、ちょい浮かし気味で軽くだけ握ったらゆっくり出てくれるから、全握りしたらブワーなるんですよ、上上げてたら。まあこれ軽握り、そう軽握りしたらちょい出してくれるから、これでバーって、まあ、みんなのバイクは大丈夫かもしれないけどね、これ車種によるんでマジで。で、まあ、見えにくいタンクの場合は時々どけてみたらいいかなって思います。あんまりジャバジャバに入れても傾けた時に溢れるんで、見えるぐらいまで入ってればもういいかなと思います。はい、 OK です。これでまあ上まで来ましたと。バイクの場合あんま全握りしない方がいいっすね、跳ね返った勢いで止まっちゃうんで。2000円の限界が止まりました。蓋をしっかり閉めます。あ、お釣り出るようにしたってよかったな。でレシート取りますと。で、お釣りこれここから出るタイプなんで、ここ出てくれるんですけど、お釣りある場合はこれを持って行ってお釣り出る機械のとこまで。レシートね、そうこの角とかにお釣りの機械別でついてるやつあるんで、それは探してください。スタンドによります。まあ現金こんな感じですかね。自分のバイク車がレギュラーなのかハイオクなのか軽油なのか、しっかり知っておく必要がありますね。は買うときとかさ、例えばレンタカーとかでも借りるときとか、輸出とその入れる場所ですねは聞いておいた方が安全ですね。レンタカーとか特にマジでどこで蓋開けるのかわからんくなること結構あるから、を把握しておくっていうのが、大事です。で、一応セルフのスタンドはね、あそこの真ん中にカメラがついてていられてるんで、あのガソリンを発射していいのかどうかっていうのをもう確認されてるんで、あの鼻くそほじってたら見られてます。恥ずかしい、はい、だから鼻くそはほじらないようにね。そんな感じですかね。次、いつも楽しく見させていただいてます。シートバッグを積んでるときはどうやって乗り降りされていますか。安全でスマートな方法があれば教えてください。まあ、まずここを持ちます。で、バイクに向かっていってここを持った勢いでコースね、これ失敗するとねバイク蹴り飛ばします。大変ですね、はい、大破します。自分のバイク以上。え、ほんまにこうおらんやろあんまり。え、ここに足やったらよくない？うん、そのまま絶対やらんやん。だってシートバッグついてるけど、そんなシートバッグ上にやらんで。じゃあ見せてや、どうやってやってるんか。お、やった、やってるやん。足長かったわ。避けるしかないっすよね、やっぱり。お前、避けるしかないわ。避けるしかないっす。ここにさえ乗せちゃえばね、うんうん、こういけるけど、キャンプぐらいの容量積んでる人は結構きついよね。ここはもうここやね、ここをスーッて行くしかない、スーッて行くしかないね。次、RM さんの動画がきっかけで免許を取りバイクも買いました。ジャックナイフのコツを教えてください。バカです。はい、次、いつも動画楽しく拝見させていただいています。教習所に通っている低身長女性です。見通しの悪い交差点は前方が詰まっている時など、少しずつ前に出る時に足が片足でちょんちょんしかつかないこともあり、よくバランスを崩してしまったり、怖くなってとっさにフロントブレーキを握ってしまったりして、エンストオア転倒してしまいます。何かコツなどありますか。これはこの前動画を上げたあのリアブレーキを意識してくださいっていうやつ、はい、あれでなんとかなると思います。リアブレーキで調整してください、ね、結構ね寄せられてるやつリアブレーキでなんとかなりそうなやつ結構あるんですよ。結構あって、皆さん右折が苦手と書いてあるんですが、私は左折が苦手です。右折問わず一旦停止から低速での右折の仕方を教えてください。教習所では車や歩行者がいないからできたんですが、行動に出た途端苦手になってしまいました。これもリアブレーキで調整しながらトロトロっていくみたいな。でも半クラで行っていいと思う、ずっとちょっとリアブレーキ調整みたいな。ちいつも半クラ。教習所に通っているんですが、スラロームが苦手です。俺もスラローム苦手。でもあれ1秒遅れても別に減点そんなないから、もうプラス1秒ぐらいでゴールしていいと思う教習所、うんうんうん、全然。まあというような感じで約10個ほどねサクサクっと、紹介させていただきました。ちゃんとね、はい、ネタワークも作っていただきありがとうございます。ジャックナイフしようと思ったんですけどね、できないから、宗教上の都合で俺ちょっと無理やから。あ、できて何になるの話です道路はね人のものなんてやらないですからねやらないですからね。まあ、ということで以上こんな感じで初心者ライダーさん困っていくことをまとめてみました。まあ、ということでね、今回も皆さんのね参考になればと思います。まあ、参考になったよという方はチャンネル登録、高評価、コメント、あとベルマークをね押しておいてください。以上、ラベジモキでした。お疲れ様でした。